コジェルフ、レオポルト・アントニーン・コジェルフは、ボヘミア出身のウィーンの作曲家、音楽教師。生前はドイツ語名、レオポルト・アントン・コツェルフとして有名だった。父親、アントン・バルトロメウスは教師であり、重兄、ヤン・コジェルフも作曲家、娘カタリナはピアニストであった。地元ベルバリでアントン・クビックに最初の音楽教育を受け、後にリトコヤに師事。プラハのギムナジウムに学んだ後、法学を修めてから音楽に再び専念する。1771年にプラハの国立劇場においてバレエ音楽によって作曲家デビューを果たす。その後7年間にプラハ国立劇場のために約25曲を作曲。1778年にウィーンに上京し、一時期ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガーの薫陶を受ける。短期間のうちに名ピアニストへと腕を上げ、ゲオルク・クリストフ・バーゲンザイルの後任として、オーストリア帝室音楽教師に就任。1781年には、ザルツブルク大司教の専属オルガニストの職を断っている。1784年からは、楽譜出版業も手掛け、モーツァルトも彼の出版社から作品を出版した。モーツァルトの死を受けて1792年に、帝室宮廷楽長と、宮廷作曲家を兼務の倍以上の1700フローリンだった。特別な弟子は自宅で個人指導した。コジェルフはすでに存命中からヨーロッパ全土で評価を受けていた。しかし最晩年になると多くの批評家から書き飛ばしているという非難の声が次第に高くなっていった。モーツァルトやベートーベンから受けた歯に衣着せぬ酷評は今日になるまで忘れられていない。とはいえ、ベートーベン、シューベルトへの影響は計り知れない。事実、彼の数作品は長らく、ベートーベンのものと誤認されていたほどである。コジェルフは熱心なフリーメイソン会士であり、ウィーンのいくつかのロッジに参加している。バレエの他に、オラトリオ、交響曲、ピアノ協奏曲、ピアノ三重奏曲などの作品を多く残した。音楽学者、ミラン・ポシュトルカが作品を整理し、P 番号を与えた。現在は作品を明示するのに、この番号を使うことが多い。詳細な作品表が英語版、レオポルト・コジェルフの項目にあるので、参照のこと。モーツァルトと同時代の作曲家たちのコジェルフの項目。ありがとうございます。